スんだ列島付近の地震の震源の井戸と震源の深さアメリカ地質調査所による和田地ベニオ二帯の構造地島列島を沈み込みたいにおける地震活動土壇面図2006年の地島列島沖地震が星印で示されている和田地ベニオ二帯はプレートの沈み込みたいにある活発な地震の震源の領域であるなお高事園などの辞書ではわだち ベニオフ面の名称で収録される場合もある。この用語は、それぞれ独立にこのゾーンを発見した、日本の気象庁の和千住夫と、カリフォルニア工科大学のヒューゴー・ベニオフの二人の地球科学者から命名された。この領域に沿ったプレートのズレが、新発地震を発生させ、震源の深さは、最大で約6 7 0トルに達する。和立ベニオフの近くには、 火山塔庫や大陸の火山帯が生じる。わだち紅を二重に沿って生じる新発地震の位置から海洋近くとマントルの沈み込みスラブの三次元的な形状の情報を得ることができる。地下において新発地震が発生する地帯は緩やかなカーブを描いた面上に分布している。これを新発地震面という。心発地震面は断面図上に 震源分布をプロットしていくと現れる。これを1927年に初めて発見したのが和田千澄夫であった。1930年代には日本の地震学研究者の間では広く認知されていた。一方、欧米では同時期にアメリカのヒューゴー・ベニオフが観測結果から新発地震の存在を予見していた。 1949年に彼は特殊な断層下における地震の断性反発歪みの増大を明らかにした。彼は地震のエネルギーの平方根は断性反発歪みの増大と反発による変異の双方に比例することを明らかにし、一連の地震が一つの断層構造から引き起こされているかを決定する方法を発展させた。彼の研究は ケルマデックトンが沈み込みたいと南アメリカ沈み込みたいをフィールドとしており、その双方で震源が45度前後の角度で面上に沈み込んでいることを明らかにした。当時は地震は深くても数十キロメートルほどまでの浅いところでしか発生しないと考えられており、この発見が地震研究にも大きな影響を与えた。以前は欧米を中心に 新発地震面を、ベ紅を二重と呼んでいたが、近年は、わだちの功績を含めて、わだち紅を二重と呼ぶことが多い。沈み込み体の角度およびそれに伴うわだち、紅を二重は、スラブにおける負の浮力に、主に左右され、アセノスフェアの流動によって、それを敷いている。若いリソスフェアは厚く軽いため、わだち紅を二重に浅く沈み込み、年を経るにつれて、 高密で冷たくなり、急角度で沈み込むようになる。この角度はどこであっても30度から60度の角度を示す。和田地ベニオフ帯は、地表近くから震度 670km に至るまで存在している。上は沈み込みたいの円片にある、脆い堆積物の直下から、下は、脆性から遠性への繊維が起こる領域までである。多くの地震は、 スラブの内部で周辺のマントルほどにまで熱せられていない摂取鮮度の等温線の内側で起こる。リソスフェアの下の深さでは地震は2つのプレートの接触面での水力によって引き起こされる。というのはアセノスフェアは断層発生のために必要な力を支えきれない程度に脆いからである。深さ 300km に至るまでは脱水作用が 起こり、それとエクロジャイトの形成が地震の主因である。摂氏700度の東温線に近づく3 0 0トル以新の場所では観覧席がスピネルに変化し、地震の主因もこれによるものであると考えられている。中には沈み込みいが中程度の深さで数十キロ離れた二つの平行な受信活動面になっている場所もある。この例としては、 本州が挙げられ、本州の下では、和田地ベ紅を二重が30から 40km 離れた日本線になっているのを認めることができる。二重の和田地ベ紅を二重の全球での存在に関する研究は、世界中の沈み込み体において盛んに行われている。最上部での地震活動地は、沈んでいくスラブの海洋近くの中にあり、エクロジャイトを生む。 この近くの脱水作用が起因である。落ちていく中で、上部マントルの部分での地震のメカニズムについては未だ、はっきりとしていない。二重の和立ニオフ重の全球的偏在は、一般的に沈み込みたいで起こっているプロセスである、ことを示している。脱水膳下を含むメカニズムの不安定化のいくつかは、下水された、観覧岩の上部マントルでアンチゴライトや、 緑泥石が破壊されることで引き起こされ、スラブを線形にしている。地震波の観測によると、この二重の足立紅を二重が生まれる、中程度の深さのマントルは水に乏しく、それによって、スラブが直線状になると考えられている。ありがとうございます。